さて紙芝居のお話が続きますけれども、石井幸子さんにお話を伺います。石井さん、どういうところで上演してこられたんですか？そうです、いろいろありますけれど、まあ、歌図ではなんか町屋とおひな様というような行事を3月の第一日曜日とかに行っているんです。それでうちらが参加したのは第2回からずっと続いて第13回まで、去年のまでやってきました。それから東の方では引田町である愛用小学校、そこもたびたび行ったんです。そこの学校はアメリカのダーレスさんという人が神殿林業として送ってきてくれたので、林業の名前を取って植えてという日を改めてね、学校行事として、まあ、林業と子どもたちと一緒に遊ぶとかいうことで神殿林業の会も招かれて、そこで1年に1回ぐらいずっと続きました。そこで紙芝居をするんです。そして ずいぶん続いたんですが、やっぱり学校の都合でその愛用小学校の人数が少なくなったので、引けたと合併したので、残念なことに、まあ、要望して、まあ、生かしウェルデーを開いてくださいとお願いしたんだけれど、やっぱり学校の都合でそれはやめになったんです。だからその他、そうですね、サンポートで国際フェスタとか高松市の冬の祭りだとか堺の図書館祭りとか、それからライオンズクラブとかいろいろあって、さぬき子どもの国いうところは紙芝居フェスタいうのを作っていたんです。でそこの会長さんが神殿林業の会もいっぺん出てみたらどうかと誘われたので参りました。そこは高松近辺のやっぱり紙芝居のサークルというのがありまして、8つか9つぐらい寄ってそこで披露して、みんなでこう勉強したり楽しんだりしているんです。それで神殿林業の会も参加したんですが、その時に会員の福崎一家のが大活躍やったんです。そこはお母さんとそれから子どもたち3人でやってきました。そして紙芝居を語る中で子どもたちの3人が綺麗な声で歌ってくれるんです。可愛いんですよ。そしてどんなか楽しいひな祭りだとか、林業を迎える歌とか、お帰りなさい美塚川というような3曲のを歌います。お母さんのキーボードの伴奏ですね。そしてそれだけでなしに擬音が入るんです。汽笛の音とか、それから船が出航するドラの音とか、お寺の木魚ですか、ポンポン、はい、あれなんか入ってね、本当にまあ自分のとこながら嬉しくなるほど立派にできて、まあ観客の人もあすごいねって言われるし、館長さんもこんなにうまいんだったら今回だけでなく来年も再来年もずっと来てくれたらいいですね、というようなお褒めの言葉をいただきました。そして今福崎さんの子供たちは今は立派にし成長して、そして社会人とか大学生になっております。でその子供たちはまあ紙芝居の趣旨の中でまあ神殿だとか平和だとかそういうことを大切さいうのは心の中にこうしみじみと刻み込んで、そしていつまでも忘れないで、今は社会人や大学生になっていい人生を送っているんだろうと思っています。また私たちは若い人に期待しております。ありがとうございます。会場がこうコミュニケーションがすごくいい感じで取れて一体化されてたんだなっていうのが浮かびます。、はい、ありがとうございました。